どこだったっけ、ニュー川、伊勢八田から上げき歩いた時か、あのルートだと、うん、そうですね、多分あっちの方のが歩きやすいね、うん、こっちの方がちょっと記憶がつかない、あ、でもね、これだとオーラの駅がね結構上の方にあるんで、どうせ登ってきますからね。あとあれか、多分遊歩道の方から行ったらもしかしたらメガネ橋見えるのかな。あ、そこに自販機スポットがある、はあ、なんかここに自販機も使ったことあるの。あ、それこそ多分ね、そこで仮眠取った時にあれですね、まあ、いつも大体あのファミマでね、さっき寄ってたファミマでちょっと買ってスーッて行くか、ダイヤのジャスコが今やってたっけな、ダイヤのジャスコが昔朝の7時から食品売り場開店してたんで、でダイヤのジャスコで買ってね、そのままカラオケ屋さん、向かいのカラオケ屋さんで、仕事の準備してっていうねこともありましたけど、何回かだけなんかたまに新しいところで買ってみたいなってのがあって、なんか高校の自販機来た気よったでね、ここだね、あの、あ、止めれるし、いいやって、そこにあったりかね、どこも駐車できるスペースはね、ふんだんになりますからね。ふぅ。案外ね、価格はね、安いっすね、いいですね。知ることがあります。糸円ねとか置いてあるの。へぇ、あ、お茶110円あるじゃん。いいですね。お茶あるからいいか。へぇ、なるほどね。3月も買ってない。いいですね。へぇ、え、何これ。へぇ、あ、こんなところ。あ、無人販売か。へぇー。さあ、やるかな。大根買ったとこなんだよな。大根100円安いじゃん。へぇー。白菜売り切れてる？白菜は。白菜売り切れてるね。そう、白菜でちょうどね、切れるのあれだったんですけど。よいしょ。1ヶ月半以上熟成されたさつまいも、え、何それ、美味しそうじゃん。さつまいもは200円でいいの？ほら、じゃあちょっとさつまいも、せっかくですから買ってみましょうか。ね、じゃあ売り棒とかでもやってんだ、あの、あそこですね。200円入れて、で買ってみましたよと。ちなみになんだこれ、デストロイヤーって、すっげー大きい名前のがある。あれだ、今ないのかな、芋のつ、すじ、あの、さつまいもの種類みたいですけど、デストロイヤーちょっとかっけー。いや、みやの一緒に考えたらこういう時お金入れるところちゃんと取っておけて言われそうですよね。よし、まあでも200円いい、あの、確かに200円これね、切ったりするのもねあれですからね。いるのかな、ああいうこういう時になんか特定中みたいなんでさ、音のところだけ入れとく、音のところだけ、あの、多分カメラは回っとったんですけど、あの、財布と持ったやってたんで、
あの100円玉が入るシーンを撮ってなかったんですけど、音の感じで、いやこの音は100円玉ではね、これは50円玉で10円玉の音だみたいな、わけのかなとこでっていうのが現れるんですかね、逆にあの音主的にこれはあの銅の銅アルミニウムの音ではないみたいな、1円玉だったらさすがにね音が軽いからすごい分かりますけどね、100円玉と10円玉って音だけで判別できるもんなんでしょうかね。さあで結構もう近くのはずなんですけどね、集落が出てきたんで、集落が出てきたら一つまた近づくと、いう感じですね。まあ特に三岐こっちの北西線とか、まあ、三岐鉄道も、そうですし、近鉄とかもね、全般的にそのとこですね。JR だけはね、ちょっとあの貨物の取り扱いの兼ね合いでとかいうのがあるんで、ちょっとまた別のところにあったりすることもありますけど、まあでも基本的には集落が近づいてくると駅も近づいてくると。ちなみにここは細いんで、何回か迷って車で来て初見殺しになった記憶があります。もう手間すっかな、まあ、徒歩移動難易度はまあまあ高いって言いましょうか。これもう近いよな、この配達の感じ。大田駅は車に通り過ぎたことは何回かありますからね。これ曲がったはずだったけどな。あれここだっけ？もっと先か？あれここだよな。待って。じゃあ地図見とこ。あれ？ここだよな。